では、瞑想を始めていきましょう。正座やあぐらなど好きな座り方で、一度体を伸ばすために指先から目、吸って手のひら返し、上にぐっと伸びます。左右に揺れ、体のこわばり緊張を解くような感覚で、伸びた後に吐きながらふわーっと手をほどき、足元に下ろしましょう。楽でどっしり安定する座り方を確認し、軽く目を閉じたまま鼻から息をたっぷり吸い、口からはこれを自分のペースであと2呼吸ほど続けます。吐く息とともに肩がスーッと楽になる感覚。そこからは口を閉じて自然な鼻から吸って鼻から吐く呼吸で続けましょう。まずは今の自分の土台の安定感から感じ取ります。左右差や前後に偏りがないか、意識を向けた時に違和感、偏りなどを感じたら、少し体を揺らして自分の真ん中を確認します。背骨が地面から空に向かってスーッと伸びている感覚があるかと、口元、顎の力、奥歯の間にもゆとりを持たせるようなイメージで、体のどこにも力みがない、そんな状態を目指していきます。今日は五感に意識を向けていく瞑想です。感覚に意識を向けていき、丁寧に感じ取ることで、心、頭をすっきりとクリアにしていきます。まずは、今の自分の口の中に意識を向けましょう。舌先や喉の奥、唾液の感覚、次に聞こえてくる音に意識を向けます。その音に意識を向けたときに、思考が働きそうになったら、それははいはいと置いておくようにしましょう。ただ聞こえてくる音に耳を傾け、それをありのまま観察、感じ取ります。次に、嗅覚です。鼻先から流れてくる空気感を感じたり、または匂い、なるべく感覚を研ぎ澄ませて、その感覚をありのまま感じましょう。匂いが感じない場合は、呼吸の通り道を心の目でなぞっていくように、鼻先から鼻の奥、では続いて視覚、
目は閉じていますが、まぶたの裏に映る光の感覚や模様のようなもの、そこに意識を向けながら自分の感覚に寄り添うように、ただありのままを感じましょう。ではここからは心地いい呼吸とともに、イメージが得意であれば光のエネルギーを全身に流していく、流れていくような感覚を心の目で見ていきます。一息ふーっと吐き出し、吸気とともに鼻先から鼻の奥、目元、頭の先、肩、肘、手首、手の指先、胸、お腹、下腹部、丹田から骨盤、お尻、座骨、股関節からもも、膝、すね、ふくらはぎ、足首、かかと、足の裏、足の甲、足の先まで、自分の心地いい呼吸とともに光のエネルギーが全身に流れ、自分の体が光で満たされていくような感覚、吸気とともにさらに光が集まり、吐く息で体の隅々まで巡っていくような感覚、自分の心地いい呼吸とともに、この光はだんだんと大きくなり、体の中心から体の外側まで広がっていきます。今、自分の心や体、魂のレベルで自然のエネルギーがスムーズに流れ、体を満たし、その満たされた感覚が自分の胸や心をじんわり温かくし、そしていつでも守られている感覚、安心感であったり、自分にはパワーがある感覚、それをありありと感じ取ります。では心地いい深呼吸を一度通して、ゆっくり息を吐き出し終えたら、優しくまぶたを開け、息を吸いながら耳と肩をぐーっと寄せ、肩をすくめ、吐きながらストン、楽に下げます。さあ、ここから始まる一日も、いつでも宇宙の自然のエネルギーが自分を満たし、そして見えない力に守られ、
サポートされていることを思い出して、自分にしか体験できない人生を過ごしていきましょう。